ドリームキングその以前はもう田んぼで、うん、でまたこの始められたきっかけみたいなのがあるんですか。そのやっぱりカモになって、まあ、まあ今まで世話になったらし地元じゃし何か貢献できんかをスタートしたんですよ。こちらのお店はなんかその地域密着型のような気がするんですけど、コンビニってよりかはなんか昔ながらのちょっと商店の雰囲気というか、なんか感じもなんか、まあ、そこらはポプラですからね、うん、少ないですから。ですから、まあ、コインランドリーも入れたし、で、まあ、よそから果物も仕入れたり、うん、ポプラとは関係なしにね、うん、野菜もまあ置いたり、はい、そういう部分は自由になって、うん、そのことを考えてやってるっていう、まあ、すごい伝わりますね。それがやっぱりもう人口も減ってくるし、競合店もできるし、電気代がこれだけ高騰するとはどうにもなりません。これはなんかもうないんですか。これない、残念ながら。でもキットがないのでこれで通常の麺だ。通常だとあの予弁当のキットがあるんですけど、ね、全部出てしまった。売り切れで、もう売り切れるかパックが。そうです、パックがもうもともと弁当容器でもないので全然大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。これ入れます？すみませんどうも。お世話になりました。ありがとうございました。もう終わり？あ、終わり。
これすぐ買おう。それ買おうか。あ、買おうで、うん、全部買うわ。あ、 ありがとう、助かった。ありがとうございました。なんぼでも。いやんか。もし一個よかったらこの氷と一緒に一緒に持って行ってね。持って行ってる。今日退社します。今日。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごいなりました。お待たせいただいてありがとうございます。助かりました。はい。滑り込みで。表の電気は1時に自動でという12時45分頃には出ますね。なるほど。どうですか、なんかそのこの18年19年の思いというか、まあ、いろいろあるな。やっぱりみんな来てくれたその都度、うん、やっぱり思い出してつらい。まあ、よう元気してくれたわ、ありがたい。いろんな思い出がある。でというか、まあ、いや、もう全く片付けて、まあ、あとはゆっくりなので。